こんにちは。皆さんは普段、ゲームとかしますか？私はゲームが大好きで、毎日のようにやっています。ということで今回は、ゲームのコントローラをモデリングしてみたいと思います。今画面に映っているソフト、Shade 3D で作っていきましょう。どんどん作っていきつつ、Shade 3D の特徴も説明していきます。同じ形を作るとしても、いろいろな方法で作ることが可能です。Shade 3D では、自由曲面、ナーブス、ポリゴンモデリングがセットされています。なので部分部分によって、作りやすい方法を使って作りました。ちなみに Shade 3D の値段は、用途によって3種類あり、サブスクリプションで提供されています。オンライン購入後ダウンロードして、すぐに使えます。今回作るコントローラですが、せっかくなのでボタンやスティックをアニメーションで動かしてみたいと思います。今回はやりませんが、炎や煙の表現、形状同士の衝突などの物理演算も行うことが可能のようです。だんだん形ができてきましたね。コントローラの大まかな形状、スティック部分、ボタンの大きく3つに分けて作っています。私は、Shade 3D を使うのは、今回が初めてなので、いろいろと調べながら、探り探りで作りました。機能はめちゃくちゃ多いですが、今回、私が実際に使った、モデリング方法は数種類のみで、それでも、美しい曲線が簡単に表現できましたね。うまく調べさえすれば、やろうと思ったことは大体出てきました。日本語での情報も豊富だと思います。今作っている LR ボタンは、線を引いてそれに厚みをつけて、最後に角を丸めているって感じですね。最初に作った本体形状は、粘土を引き伸ばす感じで作りました。ボタンをすべて作り終えたら、形は完成です。ここまでで作業時間はだいたい2時間でした。実際は調べたり試行錯誤しているので2日かかっていますが、一通り使い方を覚えてショートカットも使いこなせばかなり効率的にモデリングできそうな印象です。まあどんなソフトでもそんな風に使いこなせるようになるまでには時間と根気は必要ですね。形まで完成したので簡単なアニメーションを設定し始めました。アニメーションは、動かすジョイントを作って、その中に動かしたいものを入れ込む感じです。動かし方や時間などは、タイムライン的なもので細かく、設定です。今回は、3秒の簡単なアニメーションを作りました。後で見せます。スティックも、しっかりリアルに動かしていきたいですね。ちなみに、Shade 3D をインストールするときに、ブロック UI プログラミングツールも、オプションで追加することができます。プログラミングを学びつつ、形状を作ったりできるみたいです。アニメーションを付け終わったら、最後に、リアルに仕上げるために、色付けや質感などを整えます。もちろん、テクスチャを作って貼るなどもできますが、今回はマテリアルのみで仕上げました。質感や光の調節、レンダリング手法など、様々な点にこだわることができますが、私はプロではないので、自分が見て、いい感じになるようにしてみました。台か、机の上に乗っているような画像を作ろうとしています。そして、試行錯誤しつつ、今回完成したのがこちらです。じゃーん、どうでしょう。初めてにしてはなかなか、フォトリアルにできていると思いませんか？私の机に乗ったゲームコントローラです。アニメーションはこんな感じです。本当にここにコントローラがあるみたいですね。ないんですけどね。もちろん大きさを調整したり、向きを変えたり、自由です。そして、2D ソフトから 3D CAD ソフトまで、様々なファイルとのやり取りが可能ですね。さらにですが、Shade 3D では、3D プリント用のデータも作ることができて、その時に役立つアシスタントツールもあります。こんな感じで自動で色々とやってくれる機能がたくさん。という感じです。フォーラム8では図面や写真を見せて 3D 素材を作ってくれるサービスもあります。Shade 3D についてなど詳しくは概要欄をご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。